漫画でっちょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。ということで今回は本日7月16日の、お昼より開催された新イベント、サガスカーレット・グレイス・ヒーローの、野望、発売日記念ボックスの、クエスト20、ウルトラハードを、周回していきたいと思います。その前にこちらのイベントに、関して簡単におさらいをば、HP1710 目安の、育成におすすめとのことで、制圧戦やサガフロイベントよりも、育成上限がさらにアップ。前回のイベントが HP1680 目安の、育成におすすめだったので、3段階、育成上限がアップでございますな。まあ今回育成上限目指して、周回しても、またメイン神話追加で上限が、解放されるので、そこまで意識して周回する必要は、ないかもですな。育成云々よりも、報酬回収に重きを、置いた方がいいかもです。クエストクリアでボックスガチャチケットを、入手できますが、クエストの途中でも記念ボックスが、確率で出現するので、これを倒すことでボックスガチャチケや、オーラムなどを、追加でゲットすることができます。ボックスガチャチケットを使って、イベントボックスガチャを回して、限定アイテムや育成アイテムなどを、ゲットするイベントです。イベントボックスガチャを回せば、中身がどんどん減っていき、最終的には全てのアイテムを、ゲットすることが可能です。各ボックスにはピックアップアイテムがありまして、それを手に入れた段階で次の、ボックスにスキップ可能。不要なアイテムはスルーして、必要なアイテムを、どんどん効率よく回収していきましょう。このイベントではサガスカキャラが、育成4倍、そしてサガスカキャラを1体でも、編成しておけば、稀に追加ドロップでボックスガチャチケを、100枚ゲット。誰か1体はサガスカキャラを、編成しておきましょう。杖スタイルは育成3倍でございます。とまあイベントに関してはこんな感じ。続きまして出現する敵について、確認をば、敵さんは全員ドットキャラ。それぞれの弱点は、こんな感じになっております。ラウンド1はウルピナ、バルマンテ、レオナルドがダライ弱点、タリアさん、エリザベートが突弱点となっております。そして、ラウンド2はサーシャ、エリセドが突雷弱点、バッハシン、アーサーダールトンが突弱点、ストルムイクネンがダライ弱点となっております。出現する敵全部に対してバッハシンがぶっ刺さってますな。バッハシンをゲットしてここで、育成してくださいねという、運営さんからのありがたいお言葉でしょうな。とまあ敵さんの情報に関してはこんな感じでございます。それでは、ウルトラハード20の私の、周回編成のご紹介と、参りましょう。はい、こんな感じのパーティーです。陣形はアニマストリーム、配置はこんな感じです。育成ボーナス対象キャラのみで、編成を組んでみました。レオナルドが完全置物枠となっております。一番に新ルージュ、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド1にボックスのみが、出現した時のために、バーミリオンサンズを継承しております。基本的には2ターン連続ダークボールを、打つだけのお仕事です。2番に探す手ブーケ、ステータスと装備はこんな感じです。さっきのルージュと同じ理由で大将来を、継承しております。基本的には2ターン連続トライフラワーを、打つだけのお仕事です。3番に上、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド2の全体火力として、L2 を継承しております。ラウンド1はフランベソルベ、ラウンド2は L2 を使います。4番に差がタリアさん、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド2での全体火力として、採用しております。前3人だけでは火力が、足りなくなってしまいますので、残りを削り切れるだけの火力が、出せれば誰でも OK です。置物枠のレオナルド。育成したいキャラを編成するなり探すか、キャラを編成するなり、煮るなり焼くなり好きにしていただければ、結構です。3から4人で2ターン確実に、全体攻撃ができる編成を、組めれば、安定して周回することが、可能です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1は上、
ルージュ、ブーケの3人で突破。さっきの3人プラスタリアさんで、終了です。とまあこんな感じで2ターン7手で、終了です。育成ボーナスキャラにこだわらないなら、2ターン6手で周回可能ですな。というわけで一応そちらも、ご紹介。陣形はアマゾンストライクかい？配置はこんな感じです。完全置物2枠周回編成でございます。一番に荒消す、ステータスと装備はこんな感じです。灼熱大回転の BP を、14に調整。いわ爆撃を撃つだけの簡単なお仕事です。2番にフォルネウス、ステータスと装備はこんな感じです。タイラントウェーブとメールシュトロームの、BP を14に調整。ハイドロサイクロンを撃つだけの、簡単なお仕事です。3番にナイトハルト殿下、ステータスと装備はこんな感じです。キャバルリーアサルトの BP を、12に調整。途中タカヤキスを撃つだけの、簡単なお仕事です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。前3人が2ターン連続全体攻撃を、するだけの簡単なお仕事です。とまあこんな感じで終了ですな。育成はまたメインでやると、考えたら、こんな編成でさっさと周回してしまうのも、ありですな。それでは周回編成の、ご紹介は、ここまでにして、最後にイベントボックスガチャで、確保しておくべきアイテムの、確認です。必要なものをさっさと回収して、効率よく報酬回収いたしましょう。というわけでまずはボックス1。こちらは S バッハ芯のピースと、SS 杖だけで OK ですな。召喚分だけ回収できれば OK という方は、S バッハ芯のピースも無視しちゃって OK です。続きましてボックス2。こちらは SS バッハ芯の、ピースだけで OK です。今回のガチャをスルーするなら、ピースもスルーで OK です。続きましてボックス3。こちらはゴルピを回収できたら OK。ボックス4。こちらはエリセドのピースを回収だけで OK。宝石が足りてない方は宝石も回収しておきましょう。ボックス5はアーサーダールトンのピースを回収。ボックス6もストルムイクネンのピースを回収。宝石や宝石メダルはお好みでどうぞ。ボックス7はピックアップ回収のみで OK。ボックス8、9、10もピックアップのみで OK。ボックス11から20もピックアップのみ回収で OK。 そしてボックス21以降についてですが、どうやら今回は特に目星アイテムがないのでやらなくていいかと思います。今回はゴルピ回収できないみたいですな。今までに比べると美味しさ激減なイベントですな。というのが私が思うボックスガチャで回収すべき報酬でした。イベントの開催期間は8月1日4時までですが、来週末にはメイン神話の追加が来ると思われますので、それまでにある程度終わらせるようにしておきましょう。では、今回の探すかイベントも頑張って参りましょう。週末も元気にレッツハムハムでございますぞ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。